チャオ、あっちゃんです。ついについに今年もこのシーズンが来ました。買ってきました。日の名、日の名がお嫁に行くときはほんのり桜色にお化粧して、畑の仲間に送られて、明日はあなたの食卓へ、ということでね、日の名の桜漬けを作りましょう。日の名が3本で138円言ってたんで買ってきたんで、とりあえずね、今年またそう漬け込んでおきます。作っといたらね、1年ぐらい食べられんねんけど、まあ3本、1年持つかな。ね、持たないかもわからんからね。また売ってたら買ってきて作ってもいいしね。うん、とりあえず日の名の桜漬け作りましょう。じゃあなのか、葉っぱからいこう。まずね、葉っぱをね、食べやすい大きさに細かく切ります。切りにくい。分けよう。はい。ね、これはね、食べやすい大きさに、まあ、これ適当な大きさに切っていきます。犬のアクが強いんで、アクをちょっと抜かんと、ダメなんでね。アクを先に切ります。とりあえず。結構匂いがね、アクあるぞっていう匂い。青臭いのね。もともとの日の名はね。はい。これをね、まずボウルに取ります。ボウルの中にね、入れていきましょう。話をこれぐらいに切っときます。ボールが入ってきます。こんなもんね、根のところはもちろん美味しいんやけど、このね、なんていうの、葉っぱのところもね美味しいのよ。これはこれでね、あっちゃんは桜漬けが好き。まあ、いろんな漬物の仕方があるんだけどね。あっちゃんは桜漬けが好きやから、とりあえず桜漬けを作ります。またね、このシーズン売ってるんで、道の駅とかでね、買ってきて違うものを作るかもわからない。かもね。うん。売るとは断言しません。はい。最近ちょっとね、なんやかんやね、やる気が出えへんのよ。やる気が出たとしか使われへんから、せっかく買ったからね、かわいそうやから、もったいないしね。命をいただくんでね、ちゃんともう処理しないといけないので。でも根っこの方とね、葉っぱの方で、別に一緒にしてもいいねんで、別にアク抜きね、塩もみ、要は塩もみするんだけど、一緒にしてもいいんだけど、つける時に別にしといた方が、食べる時ね、葉っぱだけ食べたい時、根だけ食べたい時ってあるから、このね、これ歯ごたえ悪いからこれ切っといた方がいいね。これ多分ね、コンロで焼いてみようか。いつも芋とかはコンロで焼くんやけど、芋はやったことないね。やってみよう。やっぱりね、無理ってことないけど、綺麗に焼けない。この歯応え悪いからね、これ火でね、めんどくさいけど、手でゴリゴリで取れるわ。ゴリゴリって取ってください、うん、前買ったやつこんなについてなかったよ。去年か一昨年かやった時ね、こんなに、まあいいけど、息がいい証拠です。はい、では、ね、まずね、これをね、3センチぐらいに切ります。これぐらいに切ります。はい、でこれはどうしようかな。適当に切りましょう。これは全部ね、ほんま揃えて やってもいいんだけどね、いろんな食感を出しとこう今回ね。落としちゃって、
違うボウルに入れましょうね。これかな。これぐらいがね、日の目の美味しいのね、美味しいというか食べやすいんでね、こんな感じに切ってください。切り方なんでもいいよ、食べやすい切り方で。こっちもこんな感じにします。もう適当でいいよ。これぐらい、1ミリぐらい、これをどう処理しようか迷ってんの。これね、これぐらいでいいかな。一回これで置いとこう。これをどうするか迷うね。これ太いな、細いやつはちょっと違う切り方しようかな。迷っちゃうの、どうしようか。いつもね、あんな感じに短冊みたいな切り方するんだけど、ちょっと今年切り方を変えようと思って、根っこが結構多いな、これ皮は剥きたくないのよ。そうだ、こんな感じに切って、これさっきと同じ切り方でしょうか、さっきっちょね。でこの子だけちょっと斜めに切ってみよう。こういうのって、ね、多分切り方もう美味しいと思うね、食べるときね。ちょっと今年こういう切り方します。こういうの楽やからね。もしこれでも、まあ別にいいと思う。見た目だけやから、味は変わらないと思うんだけど。
薄切りすればいいからね。どんな大きさがちょっと食べやすいか、どんな切り方してみます。これさっきと一緒。はい、切り。でこれをね、塩もみします。塩適当、もう適当でいいです。今ね、ざーっと塩入れてください。で、もみもみしましょう。手がちょっと痛いよ、気をつけてね。ちょっとさっきね、手のちょっと怪我してるんだけど、怪我してないんだけど、ちょっとね、ここの角のところで、なんか、ピュって出てたって引っ込んでみたいな、痛いね。どうしようかな、もうちょっと塩入れた方がいいかな。もう一回、今飛ばさないようにもったいないね。しんどりになるまで盛ります。小さなですよ、しんなりしてきちゃう。しんなりになってきたな。結構傘が減っちゃうね。これで30分ぐらい放置しておきましょう、ね。でこれね、こっちも一緒、塩で揉みます。でこの方はね、そんなにアクが出ないから、まあ、マシやねんけどね。まだでもいいよ、こんなところでつけたら。ね、水気が出てくるのにちょっと問題だね。永遠にね、水が絡んでくるの。出てたしめる。こんな感じ。こんな感じでいいからいいんで、放置です。30分放置しましょう。はい、放置して30分経ちました。これ見て。これ葉っぱのアク。これは根っこのアク。では洗っていきましょう。まずね、まずこれ、まずこれを、って書いたけど、ここにダーッと出しましょう。これがね、抜けたアクね。でこれだけじゃなく、これも一回捨てます。でここにね、瞬間湯沸かしをやって、ちょっと、ね、手で触れるかな、ちょっと熱いかなぐらいのお湯。あんまりさ、やけどした感じなもんかな。これで洗います。
でアクが抜けるね。これまだ濁ってるでしょ。中にちょっと濁りが取れるぐらいさ、洗います。落としちゃった。美味しい。苦味も飛んで、アクも飛んで。こうしよう。うん、うん。それでね、とりあえず、漬け込むねんけど、タッパーの中に、タッパー、もうこれ洗って、あれしてんの、パストリーですよ、の。ギュッと詰めていきます。今回ちょっとね、2つのタッパーに漬けます。味変えます。あ、漬けたかね、まだ。やっちゃったよ。絞らない、絞らない。これをね、ぎゅー、汁出るでしょ。ぎゅーって絞って、ぎゅーって絞ってつけます、ね、こっちもぎゅーっと、ちょっとちっちゃい目のタッパーね、ちょっと初めてやんねんけど、今まで火の名は砂糖とでつけてたね。今回ちょっとね、一応変えます。よいしょ、よいしょ。まあまあまあ長い間持つんよ。そんなめっちゃいつも食べるもんじゃないんで、まあ、ちょっと片方につけておきます。んで、何するかってね、さっきでもそうやった。こっちゆず漬けしようかなと思って、ゆずじゃん、ゆずって言うんだけどね、関西イントネーションがちょっと違うって言うよりはゆずって言うの。ゆずをこの中にね、ちょっと入れときます。よいしょ、どうでもいいな、葉っぱも入れるからね。はい、でこれ置いときます。で、こっちよ、問題は色でね、でしょ。でこれをすんごい青臭い、これが、ね、絞って出たアクね、ちょっと中水入っとったからこねられてるけど、でこれをさっきの熱い湯で洗うのよ。まあ、あとね、こんなに見えるね。この青臭さがさ、残ってると、うん、美味しくないの。芋の漬けするときに青臭さを飛ばさんとあかんから、3、4回洗ったらね、だいぶマシなの。
熱い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 、ほらだいぶ匂い短くなってきた。もう一回やろうか。熱いよ、だんだん匂い熱くなっていく。パーティーを使った。これをね、ぎゅーっと絞って、よいしょ。ゆーっと絞ったらタッパーに入れて、まあタッパー1回分ぐらいね、これで3本やったらね、ちょっとタッパーが大きいかな。で、まあこうでしょ、これをちょっとほぐして、葉っぱもこっち入れて、高さをね、合わせていきましょう。もうちょこちょこ、柚子の方にね。よいしょ。ただ150ぐらいだったらいいかな、数ね。よいしょ。んで、150cc ぐらい。145、もうちょい。比重でいきます。メッシンダー、メッシンダーちゃうかな、ピーカーとかね、でこういうのってね、結構誤差があるんで、100均やし。で、ここにあと、4倍、150やから4倍、37ぐらいだ。あら、やってもうた。157やから、157やから、今、163g 入れたんか。3g。21。28。34入れなきゃな。これでね、砂糖と酢が1対4。この比率がね、黄金比なのね。日の名の、なんやら、日の名の桜漬けには、あっちゃんの中でね。これよく溶かします。ちょっとね、あっちゃんの味噌っていうの、三温溶き方をよく溶けます。結構、溶けるんで。ベストベスト、完璧で、ここに入れていきましょう。
足らんだかな、ちょっと足らんだかな、もうちょっと入れた方がいいよね。あと50ってことは10 40と10円よっしゃ、200いるな。2個に分けたからな。しょ、おお、入れすぎた行き過ぎちゃったわ。今日はね、めったに測らへんねんけど、壁もね、まあね、舐めたらわかんねんけどさ、何回も舐めたらないし、いいね、ちょっと甘いね。さっきの砂糖が余っとった、残っとった、残っとった。はい。こうやってね、漬け込んでおきます。これでね、1日2日でピンク色になる、綺麗なピンクになるから、もう食べ頃です。こんな感じね。ちなみにまだ使ってへんけど食べてみよう。この時点で美味しい。これで冷蔵庫入れておきましょう。はい、ちょっと動いた。後ろやっとった。冷蔵庫入れておきます。はい、日の名の桜漬け1日漬けました。これでね、1日目、もうね、これ見て、綺麗にピンクに染まってるでしょ。ね、このピンク色やからこそこう桜漬けって呼ばれてるんだけどね。うん、でこれをね、桜漬けをね、お箸でね、これをひっくり返します。カメラがもうちょっと、これをひっくり返しましょう。ね、もう見事に底の方はピンク色に染まってるの。ちょっとね、姿が足らなかったね。だから、この葉っぱもね、もうちょっとすごい目にしたかったな。酢が染み込んで、ほぼなくなっちゃったね。ほぼないわけでもないよね。これまた酢も酢でね、使えると思うね。はい、で、これをちょっと、ちょっと待ってね。これ取っときます。取り箸とね、食べ箸は別にちゃんとね、口からの菌でカビとか生えちゃうね。長期保存、こんな1年ぐらい使えるからね、お漬物やからね。1年もたん、そこまで残りません。早く食べてしまいます。だからねんけど、でこっちからね、柚子入れた方、今年初の柚子入れしてみる。超綺麗にピンクになってるでしょ。これまあ上下ひっくり返しましょう。なんでこうね、さ、日の名って酢につけるとこんな綺麗なピンクになるんやろね。不思議やね。うん、でこれもちょっとこっち取って、葉っぱもね、ちょっと葉っぱもひっくり返して、こっちの方がまだ葉っぱちっちゃい分酢が上までおるけどね。ちょっと葉っぱもちょっとね、柚子を入れただけやねんけど、ではこの笑顔でわかるでしょ。じゃあ食べましょう。まず、日の名漬け、日の名の桜漬け、ノーマルバージョン、甘酢です。
あ、間違いない。これこれ。いや、葉っぱ。葉っぱも美味しい。葉っぱはね、ちょっとやっぱりね、日の名の根っこも大根に近い感じ、ちょっと辛いねんけど、その辛みもほぼない。で、なんていうのかな。ほんのり、後味大根っぽい味はすんねんけど、これがまた美味しいの。甘酢がね、すごく合うの。葉っぱはね、美味しい。本当は、青草とか、まあ、あれもなくなって、えぐみもなくなって、美味しいんだけど、やっぱ葉っぱは葉っぱでまた根と違って、ちょっと、苦味というのか、苦いほど苦いじゃないけど、ほんのり苦味がまた美味しいね。じゃあ、柚子バージョン、これ今年初めてつけるんだけど、どうでしょうか。やばい。これ、もう今度から柚子バージョン作る。めちゃくちゃ美味しい。うん。これはいけるよ。うん。柚子桜漬けめちゃくちゃ美味しいわ。では、柚子バージョンの葉っぱ。美味しい。やっぱ柚子のね、柑橘が爽やか。ただ、苦味は増すの。柚子の皮やからね。うん。あ、柚子の皮も苦味持ってるから、綺麗に黄色いとこだけやったらやめとくんかわからんけど、いや、なんないかな。柚子の柑橘が苦味を倍増するのかもわからんけど、でも、全然嫌な苦味じゃないし、あ、もうこれ苦味食べられへんねやなく、ほんのりの苦味が逆にいい刺激になって美味しい。うん、これは柚子バージョンの方がいいかもからん。ということで、今年、このシーズンになるとつける、日の名の桜漬け、作ってみました。ノーマルバージョンとユーズバージョンとね。うん、ということで、まあ、この時期しか日の名取れへんか。で、取れへんのかどうか知らんけど、出回らへんね。うん、で出回ったら、これ作っとくの。また買ってきて作っといたらね、もっとタッパーも大きいやつにいっぱい作ったら、まんまに6本とか8本とか買ってきてね、だいたい3本か、5本とかで売ってんねんけどね、ちょっと大量に凍ってて大量に漬け込んどいたら1年ぐらい食べられるんで全然 OK だね。うん、漬け込んだら漬け込むだけまた美味しくなったりもするしね。でよかったらやってみてください。賞味期限は、まあ、自己判断でね。でまあっちゃんは1年ぐらい経っても全然食べられるし、逆に1年もたへんだりするからね。うん、よかったら日の名の桜漬け結構作るの簡単なんでやってみてください。では最後に行きましょう。日の長を嫁に行くときは、ほんのり桜色にお化粧して、畑の仲間に送られて、明日はあなたの食卓へ。はい。ということで、日の名の桜漬け作りました。では、またね、バイバイ。あっちゃんの日の名の桜漬け作ったの動画良かったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。では、またね、バイバイ。日の名の桜漬け制作1年後にまたお会いしましょう。ね、また来年作ります。いや、今年もう一回作るかも。